盗撮マニアグループによる一連の事件で準強制性交等などの疑いで逮捕されていた東京都の会社役員の男性について静岡地検は不起訴処分としました。不起訴処分となったのは東京都世田谷区の会社役員の男性です。男性は2019年10月中旬ごろ知人女性3人を盗撮させる目的で茨城県の入浴施設に客を装い侵入した疑いで逮捕・送検されていましたが、静岡地検は5日付で不起訴処分としました。また男性は2018年4月下旬にも大阪市内のホテルで知人女性に睡眠薬を飲ませ抵抗できない状態にしてみだらな行為をした疑いで再逮捕・送検されていましたが、静岡地検はこの罪についても昨日付で不起訴としました。いずれも不起訴の理由は明らかにしていません。